ます。成功した。成功しました。4年間終えて、で終了演奏会も終えて、一言ご感想を。まだまだ未熟なところが多いけど、うん、4年間でたくさん学ぶことができたし、うんうん、成長できたのかなって思いました。いいですね。明後日もう卒業式ですけど、卒業式を迎えるにあたっての一言何かあります？大学院でも頑張ります、うん、そうだよね。セリナさんは大学モスカワ学院特別演奏コースの大学院に受かったので、あと2年間一緒に勉強することができます。イエーイ。次の院の修練奏会は90分弾かなきゃいけないので、その2年間で準備していく感じですね。楽しみです。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。はい。4年間終えて一言お願いします。ドイツものばっかり弾きましたけど確かに残りの大学院2年もドイツものをたくさん弾く予定になっています。ドイツものでスール、はい、明後日の卒業式に向けて一言お願いします。4年間の節目なので、少し気を引き締めて、式ということもあって、はい、気持ちを新たに頑張っていこうと思い参加したいと思います。はい。じゃあ卒業そして終了演奏会成功おめでとうございました。
奏会成功おめでとうございます。ありがとうございます。終了演奏会を終えて、そして4年間を終えての一言お願いします。ラフマニノフ最高軽いな。もうちょっとなんか熱を込めたい。もうちょっと熱込めて。ラフマニノフ最高。そっちの熱で。え、まだ違うの。あさって卒業式ですけど、卒業式を迎えるにあたってのなんかコメントください。ステージでこけないように頑張ります。あ、それはそうで頑張ります、うん、袴ですか。はい。あ、違う、ま、振り袖。はい、振り袖。振り袖。じゃあ気をつけて歩いてください。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。